こんにちは、たまおです。今日のジャンク品はこちらです。箱がちっちゃいです。早速開けていきましょう。箱の中身はこちらです。AMD Ryzen 7 3700X です。そうです、たまお。CPU のジャンク品を購入してみました。箱の中身開けていきます。CPU クーラーです。ケーブルです。そして CPU になります。こちらになります。CPU の外観をチェックしていきます。外観なんですが、表面に少しグリスを拭き取った時についたと思われる傷がついている。あとですね、こちら、ピン曲がりが少し発生していて、一本ピンが欠損しています。拡大して点検していきます。そういえばですね、アリエクスプレスで買ったプレヒートプレート届きました。動画のコメント欄で教えていただいたんですけれども、こちら400円ぐらいで届きました。こちらと、もう一個ですね。2個買って、届いています。こちらのプレヒートプレート、どのようなものなのかなと思ってたんですけれども、アルミプレートの中に PTC ヒーターが入っているものみたいです。100V のコンセントをくっつけました。で、こちらをコンセントに差し込むと、だいたい180度ぐらいまで温度が上がることが確認できています。今日はこちら、プレヒートして使うわけではないんですけれども、作業台として使おうかなと思います。こちらが CPU になります。若干の傷がついているぐらいで、意外に綺麗でした。で、こちらですね、ピンです。拡大していきます。こちらですね。こちらが若干のピン曲がりですね。こちらのピンが曲がっています。あとこちらのピンも少し曲がっていて、このピンが欠損していますね。まず修復できないかやってみます。ピンの修正はうまくいきました。それでは、このピンを交換することができないかなっていう感じですね。この真ん中だけ取るのは難しいような気がするんですよね。ここだけ取れるのか。ここだけ取るのは難しい気がします。このピンを他の CPU から取ってきて付け替えることもできるみたいなんですけれど、真ん中、こちらのピンをあまり動かしたくないなぁって気もするんですよね。いや、せっかくなんで、この二つも交換すればいいんでしょうかね。まずこちらとこちらのピンが取れないかやってみたいと思います。フラックスを塗ります。こちらなんですが、いらない CPU から抜いてきました。
同じように簡単に取れたので、こちらをつけていきたいと思います。このような感じで無事にピンをつけることができました。それでは作動確認していきたいと思います。マザーボードはバイオスターの B350GTN レーシングです。それでは準備ができましたので、作動確認したいと思います。電源オン。スイッチオン。ファンは回っています。どうでしょう。来ましたー。3700X、8コア、認識されてます。来ました。デバイスマネージャー、しっかりと認識されています。CPU-Z もこのように正常に認識されています。無事にシネベンチ完走しました。それでは次はですね、FF ベンチ回していきたいと思います。グラボオーバークロック、高画質でいきたいと思います。オーライ!オーライ!オーライ!ストップ!シネベンチ、FF ベンチともに完走することができました。今回ですね、AMD の CPU ピンの交換をすることができました。ジャンクで買った安い CPU からピンを温めて取り外して、で、今回、このRyzen 7-3700X に移植して修理することができました。取り外す際は、そのまま温めて取り外して、こちらの Ryzen 7の方も温めて取り外しました。つけるときはですね、そのままでは付きが悪いので、無線上フラックスをつけてハンダ付けしました。使ったものは以上になります。玉をですね、AM4 のマザーボードは直してきてるんですけれども、アスロンしか CPU 持ってなかったので、性能が低かったんですよね。なので、今回、Ryzen 7-3700X を直すことができて、こちらですね、
こちらの CPU もサブ機として使えるんじゃないかなと思います。最近ですね、パソコンでゲームを始めてみました。結構面白いですね。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。良かったなと思った方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。